はい、こんにちは、パソケンです。今回ですね、この動画では Windows 10で、ブルースクリーンがですね発生してしまう場合に改善できるかもしれない操作ということで、ご紹介していきます。で、基本的にですね、ブルースクリーンが発生してしまう、条件というかというものが特にですね、これっていうものが定まっていないんですが、大体ですね、多くの場合 Windows のアップデート中、もしくはですね、 Windows のアップデートを行った後に、ですね、このブルースクリーンになってしまう現象っていうのが多く上がってきているので、その2つにですね、絞ってこのアップデート中でのブルースクリーンの改善方法、それからアップデート後にですね、ブルースクリーンになってしまう場合の改善方法についてご紹介していきます。ではですね、まずはじめに Windows のですね、アップグレードの最中ですね、にブルースクリーンになってしまう場合に、これをですね、やったら解決できるかもしれないっていうものをですね、ご紹介していきます。まずですね、一つ目に、互換性のないアプリであったりですね、使ってないアプリに関しては、すべてですね、アンインストールを行うというものです。で、これはですね、特にメーカー品のパソコン、デスクトップパソコン、ノートパソコンにあるんですけれども、例えばヒューレットパッカードであれば、ジャンプスタートブリッジとか、ジャンプスタートランチとかっていうですね、大体ですね、その専用のメーカーが専用で出している、ですね、アプリケーションっていうものがあるんですけども、ユーティリティソフトとか言われるものなんですが、そういったですね、メーカー特有の、アプリケーションっていうものが入っていて、それが原因でアップデートが失敗してしまうっていうことが、あります。なので、そういったですね、アプリケーション、互換性のないものに関してはですね、アンインストール、削除をしてですね、その状態でもう一度アップデートの方を行ってみてください。で、互換性のないアプリなどですね、必要ないアプリを削除するためにはですね、デスクトップ画面のスタートを押していただいて設定をクリックします。続いてですね、設定画面から、アプリを選択します。そうするとですね、アプリと機能というところで、パソコンにインストールされているアプリがですね、一覧で表示されるはずです。で、この中でですね、使ってないアプリはもちろんのこと、互換性のないアプリですね、とか、あとメーカー特有のですね、アプリケーションなんかですね、大体そのメーカーの名前ですね、例えば NEC でやったら NEC なんとかであったり、あとヒューレットパッカード HP であれば HP なんとかっていう風にですね、そのメーカーが出しているようなですね、アプリケーションなんかで使っていないものとか、そういったメーカー製のメーカーがですね、出しているアプリケーションっていうものをですね、選んでいただいて、そしてアンインストールですね、行ってください。次に挙げられる原因なんですけれども、 Windows のアップデートですね、大型アップデートなどでダウンロードしてきたそのインストールのファイルがですね、破損してしまっていることが原因で、 Windows アップデートをですね、行っている最中にですね、ブルースクリーンになってしまうっていうですね、現象が考えられます。なので、その場合ですね、一度そのアップデート用のファイルですね、を削除していただいて、もう一度ですね、アップデート用のファイルをダウンロードの方を行っていただいて、またですね、もう一度アップデートの方を開始してみてください。今ですね、入っているアップデート用のですね、ファイルを削除するためにはですね、スタートボタンから設定をクリックしていただいて、そしてですね、設定画面からシステムを選びます。続いてですね、左側メニューからですね、記憶域というですね、ものがあるので、こちらをクリックします。で、続いてですね、画面右側に記憶域のですね、詳細が表示されるので、ここでですね、一時ファイルとですね、あるんですが、このですね、一時ファイルをクリックします。左クリックですね。で、もしですね、ここに一時ファイルが表示されていない場合は、このですね、ローカルディスクのところの下の方にですね、表示するカテゴリーを増やすというですね、文字があるので、こちらをクリックしていただくと、さらにですね、表示されるカテゴリーが増えますので、ここからですね、一時ファイルをですね、探してください。で、見つかったらですね、こちらをクリックします。一時ファイルですね、すべて表示されたら、この中からですね、一時 Windows のインストールファイルというですね、項目を探してみてください。で、そのですね、項目を見つけたらですね、左側に、チェックを入れてクリックをするとですね、チェックが入ります。で、このチェックを、その一時 Windows のインストールファイルのみにですね、チェックを入れて、他はですね、すべて外していただいた状態で、そのですね、一つだけチェックを入れた状態でですね、一番上のファイルの削除ですね、こちらをクリックしてください。そうするとですね、 Windows アップデートでですね、ダウンロードされたファイルがですね、一度削除されますので、削除した状態でですね、もう一度、Windows のですね、更新とセキュリティのところから Windows アップデートの方ですね、こちらをクリックしていただいて、アップデートの方を行ってください。
続いてのですね解決方法なんですが、パソコンにですね接続されている余分なですね機器をですね全て外すというものです。で Windows のですねアップデートに必要なものというのはマウスとキーボードとあとですねモニター1台あればできます。なのでそれ以外の不必要なものですねを一時的にですね全て外してください。例えばですねパソコンにつながれている USB フラッシュメモリとかですね、あとはですねプリンターもそうですし、外付けのハードディスクドライブとかですね、あとモニターに関してもですね2台、例えばデュアルモニターになっている場合は1つだけにですね接続してシングルの状態でですねアップデートの方を行うとか、もう最低限のですね状態にしてから、アップデートをすることでですねそういった接続されている機器のですねドライバーなどによるエラーっていうのを防ぐことができますので、最低限のもの、マウス、キーボード、モニターだけでですね接続した状態でアップデートの方を行ってみてください。続いてはですね Windows のアップグレード後ですねバージョンを上げた後にですね Windows を起動していてですね操作している時にですねブルースクリーンなどで落ちてしまうという場合の改善方法について説明していきます。まずですね、はじめにドライバーのですね、更新を行うというものです。で、そのですね、やり方は、スタートからですね、設定をまずクリックします。そしてですね、設定画面から更新とセキュリティですね、をクリックし、Windows のアップデートのところですね、確認します。で、更新プログラムのチェックのですね、下にオプションの更新プログラムを表示というものがあるので、こちらをですね、クリックします。そうするとですね、オプションの更新プログラムの画面になりますので、ここからですね、ドライバー更新のプログラムの左側矢印ですね、をクリックしてください。そうすると展開してですね、必要なですね、ドライバー、アップデートがですね、あるドライバーですね、一覧で表示されますので、このですね、ドライバーのところ、左側のチェックボックスにですね、チェックを入れていただいて、そしてですね、最後に、ダウンロードしてインストールですね、をクリックします。でこれでですね、ドライバーのですね、ダウンロード、インストールの方がですね、開始されまして、でこの状態でですね、改善されているかどうかですね、まあ、使ってみて確認の方をしてみてください。で続いてのですね、対処方法は、問題がですね、分かっている場合に限るんですけども、Windows のアップデートの対象のパッチやですね、対象のドライバーや対象のアプリをですね、削除するというものです。でまずですね、はじめに、対象のですね、Windows の、パッチであったりとかですね、累計更新プログラムをですね、インストールして、そしてそこからですね、ブルースクリーンになり始めたという場合であれば、その対象のですね、パッチを削除することで改善できる可能性があります。そのですね、削除の方法なんですが、スタートボタンからですね、設定をクリックしていただいて、続いてですね、設定画面から、更新とセキュリティをクリックします。で、Windows アップデートの画面で、右側のですね、ところで3つ目の項目にですね、更新の履歴を表示するというものがあるので、こちらをクリックしてください。そうするとですね、更新の履歴の一覧が表示されます。で、ここでですね、一番上の更新プログラムをアンインストールするというですね、文字があるので、こちらをクリックします。そうすると、インストールされた更新プログラムというですね、別の画面が表示されますので、ここでですね、その対象のですね、パッチ、最近入れて、もしそのパッチからブルースクリーンになったのであれば、一番最新のパッチですね、画面の方を右側にスクロールしていただくと、インストールの日付がですね、表示されるので、そのですね、例えば最新のものを消したい場合は、この一番最新のパッチですね、を選択していただいて、選択した状態で右クリックを押します。そうすると、アンインストールというですね、メニューが表示されるので、このですね、アンインストールをクリックしていただいて、そして、コンピューターからこの更新プログラムをアンインストールしますかと出ますので、はいを押してアンインストールの方を行います。で、パッチをですね、削除した後からですね、正常にですね、動くかどうか確認の方をしてみてください。続いてですね、対象の問題となるですね、ドライバーを削除するというものです。で、ドライバーのですね、削除の仕方は、スタートのところで、スタートのですね、ボタンを右クリック押していただくと、こんな感じでですね、メニューが表示されます。で、ここからですね、デバイスマネージャーをクリックしてください。そうするとですね、デバイスマネージャーが表示されますので、ここでですね、問題となる、そのですね、デバイスのドライバーですね。例えば、今回ですね、仮にこのディスプレイアダプターの問題が分かっているとしたとして、そのですね、ディスプレイのアダプターのドライバーですね、を選択して右クリックですね押していただくとメニューが表示されるので、ここでですねデバイスのアンインストールがあるので、こちらですねクリックしていただくと、その対象のドライバーですねをアンインストールすることができます。もしですねデバイスマネージャーで対象のですねドライバーを
削除ですね、アンインストールを行ってもまたですね自動的にインストールされてしまって問題が発生してしまう場合は、そのですねデバイスを無効にすることでですね一時的にドライバーをですね使用できなくさせることができます。でその場合はですねこの対象のドライバーを右クリックしていただいてデバイスを無効にするというですねものがあるので、こちらをですねクリックしていただくことでこの対象のドライバーをですねアンインストールではなくて無効化できますので、このドライバーによってですねエラーを発生をですね防ぐことができます。続いてですねパソコン内で保存されているですねファイルの中で破損してしまっているシステムファイルがですねあった場合にですねそれを修復することでですね問題が解決できるかもしれません。でそのですねやり方なんですけれども、まずですねスタートボタンを押していただいて、そしてですねでスタートからですね Windows システムツールですね、こちらをクリックし展開します。続いてコマンドプロンプトというところですね、こちらで右クリックを押していただいてメニューからその他を選び、そして管理者として実行をクリックします。で続いてですねコマンドプロンプトが表示されましたらコマンドを入力していくんですが、このですねコマンドを打ち間違えてしまう可能性があるので、動画のですね概要欄の方にこのコマンドですね貼っておきます。なのでそちらですねコピーしていただいて、コピーしたものをですねこちらのコマンドプロンプトを起動したところでコントロール V とですね押していただくとコピーしたですねそのコマンドを貼り付けることができます。でそちらで実行の方を行ってください。で貼り付けの方ですね、コマンドの貼り付けが終わりましたらエンターキーを押して実行します。で実行するとですね展開イメージのサービスと管理ツールというものが表示されてですね、このコマンドがですね実行されて処理がですね働きますので、処理が終わるまでですねしばらく待ちます。で処理の方がですね終わりましたら操作は正常に完了しましたとですね表示されますので、これでですねこのコマンドの実行が完了となります。で続いてですねもう一つコマンドの方を実行していきます。このコマンドに関してもですね概要欄の方に貼っておきますので、コピー&ペーストでですね実行の方を行ってください。でペーストの方ですね貼り付けが終わりましたらエンターキーを押して実行します。でシステムスキャンのですね開始というふうに表示されて、こちらに関してもですねそのスキャンがですね完了するまで時間がかかりますので、しばらくですね待ってください。スキャンの方ですね全て終わった時にですね正常にですね完了してれば大丈夫なんですが、もしですねこのように破損してしまったファイルが見つかりましたが、それらは正常に修復されましたとですね、まあ、破損したファイルがですね見つかったことが表示されているようでしたら、もう一度ですね念のため同じですねコマンドを実行してください。もう一度ですね同じコマンドを実行した際にですね整合性違反を検出しませんでしたと出ればですね問題なくこのですねスキャンがされましたので、これで修復の方が完了になります。これまでのですねやり方は Windows 10がですね正常に起動している場合にですねのみの方法だったんですけども、そもそもですねアップデートなどを行った後に Windows が起動してこなくて連続でこう再起動してしまうようなですね場合であったり、 Windows を読み込んでいる最中とかにですねブルースクリーンになって Windows のこのデスクトップ画面までですね起動しない、正しくですね動作しないっていう時に関しては、その場合はですね Windows の自動修復機能というものをですね起動させて、そこからですねブルースクリーンを修復改善できる可能性があります。でそのですねやり方なんですけれども、パソコンをですね立ち上げていただいて、電源をですねまず電源オフの状態から電源をですね押していただいて、そしてですね読み込みが始まって最初にですねメーカーなどのロゴが表示された後にですね Windows の、スタートのですねこの、窓ですね Windows のアイコンが表示されて読み込みが始まるんですけども、そのですね Windows のアイコンが表示されている時ですね、その時にまたですね電源ボタンを長押しして強制的にシャットダウンを行ってください。でもう一度ですね電源を押してまたですね立ち上げ直す、また電源をオフ、オンにしてからですね Windows のロゴが来たら、そこでまた強制シャットダウンという形で3回ですね連続で強制的にですね Windows のロゴが出ている画面で強制シャットダウンを行って、4回目にですねまた電源を押して起動した際に、次はですね通常の起動ではなくて自動修復がですね働くはずです。でそのですね自動修復画面からですねトラブルシューティングなどをですね行うことができます。でそのですねやり方、実際にですね行っている動作のところですね、動画どういうふうにですねやっているかっていうのをですね別で、撮っていますので、そちらですねまず確認してください。
で、そうするとですね、最終的にこのオプションの選択のところまで行くはずなんですが、ここでですね、トラブルシューティングのところですね、クリックします。そしてですね、また2つですね、項目あるんですが、これ詳細オプションですね、をクリックします。そうするとですね、6つの項目出るんですけれども、これですね、いくつかですね、ここから修復できる可能性があるものですね、やっていきます。で、まずですね、はじめに、システムの復元というものですね、を行っていくんですが、これはですね、あらかじめですね、Windows 10で、ある一定期間ごと、例えばアップデートしたタイミングとかで、自動的にですね、このシステムの、ポイントというのをですね、作っておいて、そこの状態に戻す、復元できるっていうですね、機能なんですけれども、このですね、方法を使って、例えばそのアップデートが行われる前のですね、状態に、Windows 10を戻すことによって、そこでですね、まあ、とりあえず起動までできるようにしようっていうようなやり方になります。ただしですね、このシステムの復元ですが、もともとですね、有効にしている状態でないと復元ポイントというのが作成されないので、もしですね、復元ポイントがない場合は、これはですね、実行できません。で、このですね、システムの復元ポイントをですね、実際に有効にしているかどうかっていうのは、Windows がですね、立ち上がらないので確認ができないためですね、実際にですね、このシステムの復元のところをクリックしていただいて、復元ポイントがですね、あるかどうかを、確認してみてください。で、押すとですね、復元ポイントのためのですね、プログラムが、起動しますので、起動してくるまでですね、しばらく待ってください。で、そしてですね、システムの復元というですね、画面が出てきますので、続けてですね、いつもログインするですね、アカウントをですね、選択してあげてクリックの方をしてください。続いてそのですね、アカウントのパスワードですね、を入力します。そしてですね、入力が終わったら右下の、続行をクリックします。そうするとシステムの復元というですね、画面が表示されます。で、ここでですね、システムファイルと、設定の復元というところで、まずですね、次へをクリックします。そしてですね、選択したイベントの前の状態にコンピューターを復元しますというですね、画面に切り替わりまして、ここでですね、その復元のポイントがですね、あれば、ここに実際にですね、このように日付と時刻がですね、ポイントとしていくつかですね、表示されているはずです。で、ここでですね、もし一つもない場合は、このですね、システムの復元は使えないので、またですね、別の方法を行っていきます。システムの復元を使って戻せるという場合は、対象のですね、その、アップデートが行われる、アップデートをですね、行った一つ前の状態ですね、日付と時刻を確認していただいて、選択します。で、そしてですね、選択した状態で次へをクリックします。そうするとですね、この今ですね、選択した日付のところに戻しますよということで、最後にですね、右下の完了ボタンをクリックします。で、警告の方出るんですが、まあ、一旦ですね、復元開始したら中断することできません。続行しますかというところで、こちらですね、はいをクリックします。そうするとですね、システムの復元のですね、プログラムが実行されて、復元の方がですね、始まります。で、復元のですね、方が完了すると、このようにですね、復元が、システムの復元は正常に完了しましたと出ますので、最後にですね、右下の再起動をクリックします。で、そしてですね、Windows が正常にですね、起動するかですね、確認してみてください。で、続いてもですね、このトラブルシューティングを使ってですね、作業の方を行っていきますので、先ほどですね、やったように電源をですね、入れて、強制シャットダウンのですね、繰り返し3回ですね、行っていただいて、自動修復のところからですね、このオプション選択の画面まで行っていただいてですね、このトラブルシューティングのところですね、クリックしてください。そして続いてですね、この画面では詳細オプションの方をクリックします。こちらで先ほどですね、システムの復元を行ったんですが、アップデートを行ってですね、そのパッチによって基本的にはですね、ブルースクリーンの原因となっている可能性があるので、その場合ですね、そのパッチを当てる前のとこに戻ればいいんですが、復元ポイントがない場合は、その対象のですね、パッチを削除することで、もしかしたらですね、改善されるかもしれません。で、そのですね、削除の方法なんですけれども、この詳細オプションのところからですね、スタートアップ設定ですね、こちらをクリックします。そしてですね、このスタートアップ設定のところで右下の再起動をクリックします。で、再起動がですね、終わると、スタートアップ設定というですね、画面になりますので、ここでですね、セーフモードを有効にするというですね、機能を使っていきます。なので、ここで、キーボードのですね、4番ですね、4のキーを、一度クリックします。
そしてですね、対象のユーザーでログインしていただきます。でこれでですね、セーフモードでの起動が完了となりましたので、ここでですね、対象の更新のですね、パッチをですね、アンインストールしていきます。そしてですね、この画面でまずですね、スタートボタンを押していただいて、そして全てのプログラムからシステムツールをですね、クリックし展開します。続いてコントロールパネルをですね、クリックします。プログラムのですね、文字をクリックします。続いてですね、プログラムと機能というところで、インストールされた更新プログラムを表示というですね、文字があるので、こちらのですね、文字をクリックします。でそうするとですね、パッチのですね、インストールされたものが一覧で表示されますので、まあ、ここでですね、基本的にはこの一番新しいもの、そのですね、対象のパッチですね、まあ、基本的にはですね、一番最新のものですね、そのパッチを当てた原因で起動しなくなったりっていうことになるので、一番日付を見ていただいて新しいものですね、を選択して右クリックを押していただいて、そしてですね、メニューからアンインストールですね、こちらをクリックします。でこのコンピューターからこの更新、コンピューターからこの更新プログラムをアンインストールしますかと出ますので、はいをクリックします。次にですね、更新のですね、パッチ、Windows のですね、更新パッチを削除してもですね、改善されない場合は、もしかしたらですね、ドライバーのですね、不具合によって、ブルースクリーンになっている可能性があります。なので、その場合ですね、この画面でですね、スタートのところで右クリックを押していただいて、メニューからデバイスマネージャーをですね、起動します。そしてですね、対象のですね、エラーとなりうるですね、その不具合の、ドライバーですね、右クリックを押していただいて、アンインストール、もしくはですね、アンインストールでダメであれば、デバイスを無効にするですね、をクリックしていただいて、そしてですね、それでもう一度ですね、再起動の方を行って、Windows 10がですね、正しくですね、起動するか確認してみてください。続いても、ですね、電源入れて、強制シャットダウンの方ですね、3回連続で行っていただいてですね、この、オプションの選択画面まで行っていただきます。でこの画面からですね、トラブルシューティングを押していただいて、そして、詳細のオプションをクリック。続いてですね、こちらの、詳細オプションの画面ではですね、先ほどですね、スタートアップ設定と、システムの復元を行ったんですが、それでもダメな場合ですね、スタートアップの設定の方ではパッチを削除するというですね、方法もですね、ご説明したんですが、そのパッチだけではなくてですね、更新プログラム自体をですね、アンインストールさせることもできます。でそれをですね、やるには右上の更新プログラムのアンインストールですね、こちらをですね、選択していただくと、品質もしくはですね、機能のプログラムですね、更新プログラムを、削除させることができます。なのでこちらですね、クリックしていただいて、オプションですね、選んでくださいのところで、最新の品質更新プログラムをアンインストールすると、あとですね、もう一つ、最新の、機能更新プログラムをアンインストールするとあるので、まあ、片方でダメであれば、まずですね、品質更新のですね、アンインストールを行って、もしそれでもダメな場合は、この機能更新の方もアンインストールを行っていただいてですね、 Windows がですね、正常に起動するかですね、確認してみてください。でここでですね、どちらかもしくはですね、まあ、両方ともですね、アンインストールを行うことになるんですけども、今回ですね、最新の機能更新プログラムの方を選択してアンインストールを行っていきます。なので、削除したいですね、アンインストールしたい方を、クリックしていただきます。そしてですね、機能更新プログラムをアンインストールするというですね、ボタンをクリックします。そうするとですね、アンインストールの方が、開始されまして、以前のバージョンの Windows を復元していますということで、処理の方がですね、始まりますので、このままですね、処理が終わるまで待ちます。ここでですね、最新の品質更新プログラムか、機能更新プログラムですね、アンインストールしていくんですが、まあ、片方ダメな場合はですね、もう一つの方も、まあ、やっていただいて、Windows がですね、正しく、立ち上がるかどうかですね、確認の方をしていただく感じになります。で今回ですね、最新の機能更新プログラムの方をですね、アンインストールしていきます。なのでこちらをクリックします。で続いてですね、最新の機能更新プログラムをアンインストールするというですね、画面になりますので、ここで、アカウント選択をしていきます。でこのアカウントというのは Windows でですね、普段、ログインしていたアカウントになります。なのでこちらですね、その対象のアカウントを、クリックしていただいて、そしてですね、このアカウントのログイン用のパスワードを入力していきます。で入力の方が終わったら、右下の続行をクリックします。続いてですね、最新の機能更新プログラムをアンインストールするというですね、画面のところで、下にですね、機能更新プログラムをアンインストールするというボタンがあるので、こちらをですね、クリックします。でこのようにですね、機能更新プログラムをアンインストールできない場合は、一度ですね、閉じる、押していただいてですね、もう一方の方をですね、アンインストールしてみてください。
なので、同じように、更新プログラムのアンインストールのところですね、画面のところまで行ったら、次はですね、品質更新プログラムをアンインストールしていきます。で、こちらクリックしていただいて、そしてですね、品質更新プログラムをアンインストールするのですね、ボタンをクリックします。アンインストールの方が正しくですね、実行されましたら、このアンインストールがですね、処理されるまでですね、しばらくお待ちください。でアンインストールの方がですね、完了すると、アンインストールが完了しましたとですね、画面に表示されるので、このままですね、右下の完了ボタンですね、クリックします。でそしてですね、この状態で、PC の電源を切るのですね、ボタンを押していただいて、もう一度パソコンの方を立ち上げていただいてですね、正しく、Windows 10がですね、起動するか確認してみてください。